はい、こんにちは、まやちゃんねる前原です。はい、今日はですね、深海魚の歌を作っちゃおうかなと思いますね、うん、はい、サンリオさんがやっている深海族っていうですね、サイトがあります。今後ろに映ってると思うけどね、うん、はい、このですね、サイトの中にこの魚芸人服部が歌うとか、服部さんっていう方がね、うん、歌ってるんだって、深海魚の歌を。それに今回僕たちもチャレンジしたいなと思ってます、うん、で、ここのサイトのこのやってみようってところ、うん、ここにあるんだ、ステップがね。ステップ1はネタ画像をダウンロードしてプリンターで印刷しよう、うん、ステップ2は本サイト内の曲を再生しよう、うん、ステップ3は歌詞を作って歌ってみようありますね、はい、ネタを印刷っていうのはこのメンダコの、これかわいいね、うん、メンダコっていう深海魚がいて、うん、で、こっちダイオグソクムシっていうのがいるんだけど、こっちはかっこいいね。これね、すごいね、変わった生き物だよね、うん、それでこれをダウンロードして印刷して、今のところ紙芝居みたいな感じで歌詞を作ろうって感じね、うん、曲はここにありますね、うん、例えば聴いてみようか、深海族の歌とか。こういう感じだね、うん、カタツムリとか結んで開いてとか、蝶々とか、アルプス一万尺ありますね、はいはい、で、曲に合わせて歌ってみよう。じゃあ早速やってみようか。うん、うん、おい、あれ、メンダコちゃんが頭についちゃった。あれ、おい、何これ。これはね、ダイオウイカのダイオウ兄さんだって。これ手触れるからいいね。黒い、おい、みんな、おい、うわー、おー、え、メンダコちゃん、うん、すごい綺麗、かわいい。メンタ君、メンタ君って言うんだ。うん、そっかそっか、これだね、これ。さあさあさあ、ブーン、ブーン、これはシーラカンスのシーさん。こっちはオウムガイのムーちゃんだね。うん、ブーン、よう、こんにちは、よう、こんにちは。これ下敷き、お、これ めっちゃ光ってない、これメタリック、うん、すごいキラキラだね、うん、こっちにあれだね、プロフィール、うん、メンダコとかシーラカンスとかオウムガイとか、うちらが歌作るダイオウグソクムシも入ってるね、うん、あら、これもかわいい、ほら、うん、これかわいい、あ、ほんとだ、ガマ口のお財布、うん、いいね、これは、これかわいいね、うん、レイシン君のお財布にいいじゃん、初めての、初めてのお財布に、うん、他にはこういうロールシールセットとか、うん、こういう水筒とか、あと赤酢ピンちゃんっていうこういうピンがあるね、うん、いろんな深海族グッズがあるんだね、うん、ブー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 、あ、そうだった、歌詞考えないと、あ、ダイオウグソクムシの歌、そうだった、考えましょう、はい。パパできた。あ、まだ僕できてないよ。できてない？じゃあ結んで開いてをベースに歌いますね。はい。いきまーす。ダイオグソクムシ、魚の死骸を食べている。口から放つ悪臭液で。ねえ、パパ、それどんな歌なの？僕の歌もできたからさ、そっちやろうよ。あ、じゃあそうしましょうか。はい、はい、ダイオウグソクムシ、スマホのケースになっている。ダイオウグソクムシ、ゲームになったりしているよ。イエイ！ダイオウグソクムシ、深海魚で人気ナンバーワン。ダイオウグソクムシ、深海の掃除屋さん。さらにすごいのは、何も食べずに生きてゆける。何年かは、ダイオウグソクムシ、かなりすごい生き物。見た目
はダンゴムシ。でも分類はフナムシ。ダイオグソクムシ、体をくねらせ泳ぐよ。ダイオグソクムシ、まだまだ謎の生き物。しんくんいい歌できたじゃん。うん、よかった。パパのちょっと怖い系の歌よりも全然良かったんじゃないですか。パパのあれ怖すぎだったね。怖すぎた、うん、まあでも本当のこと言ってんだけどね、うん、はい、はい、ということで、ご覧になっていただいたようなサンリオさんがやっている新海賊というサイトがありますので、ぜひ皆さんもですね、新海賊の歌作ってみてくださいね。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバイ。